も美食女ランへようこそいらっしゃいました。サンドマスター鼻つけ歌えないんですけれども、寂しく歌えないけど歌いたくなったのでやっちゃいます。歌えないとこ朗読します。僕らは輝ける時を待っていて、思いもかけなかったチャンスを掴もうとしてる。新しく始まるよ。僕は心には明かりを灯す。弱い自分、それは昔話。そんな自分を探してるの。1、2、1、2、3、4。ダメじゃないよ僕たち。終わらせなかろうさ。誰かに笑われたって構わないだよ。寂しく佇む僕の影が色をつけてと語ってきます。明日の色模様を変える。そんな自分を探してるの。1、2、1、2、3、4。ダメじゃないよ僕たち。終わらせなかろうさ。誰かに笑われたって構わないんだよ。
もうでもどうしてもこの賛美が歌いたいっていう気分に衝動に駆られたので、あとは朗読にさせていただきました。まあ、いつかね歌えるようになったらフルで歌ってみたいなと思うんですけれども、今日はこんなところでお許しください。ありがとうございました。私もこの美淑女チャンネル始めてすごいこの曲に励まされたんですね。昔なんかビリギャルの映画の多分これ主題歌ですよね。でそのビリギャルを私王子と見に行ってすごい良かったんですね。母とも見に行ったかもしれないですね。2回多分見に行ったと思うんですけど、良かったから母と見に行って、良かったから王子と見に行ったのかな、どっちが先だったか忘れたんだけど、その時の多分これ主題歌だったんですね。でこの美淑女チャンネル始めてからなんかね、やっぱサンボマスターも私花束っていう曲に母のことがあった時にすごい救われたので、聴いてたら多分これも付随して出てきて、すごいいいなって思って、ビリギャルのかっていうふうに思ったんですね。でまだまだ本当にその時はこの美淑女チャンネルまた始めてからもう最初は本当に全然登録してくれる人も少なくって全然だったんですけども、でも今と同じように同じやってることは一緒なんです。美淑女ご飯やってコーデやって歌を歌って基本は全然変わってないんですね。でその時にまたこれを聞いてなんかすごい励まされたんですね。そんなに応援してくれてる人は多くなかったかもしれないけれども、自分自身にこれを歌って自分を鼓舞してたんです。このサビをね、笑われたって構わないんだよって、もっともよもっと強く思ってやるって、終わらせんな可能性で思って、ダメじゃないよ僕たち終わらせんな可能性、誰かに笑われたって構わないんだよ、もっともっと強く思ってやる、捕まえて明日を今だそうその時ってね、それをそのサビを私繰り返し脳内再生して頑張ってたんですね、実は。それこれの脳内再生してこのサビを自分に言い聞かせて美淑女チャンネル頑張ってたんです。そしたらね、だんだんみんな応援してくれるようになって、もちろん最初からずっと応援してる方たちがいたからやってこれ来られたんだけどね、今や本当に500人っていう大きな目標を達成することができました。なので全然サビ以外は歌えなかったんだけれども、今すごい思い出してどうしても歌いたくなったので朗読と歌唱っていう形でやらせていただきました。ありがとうございました。サンドマスターで可能性聞いていただきました。